ミヤマフタバランはカかラン族の地性の多年層。根茎は細く短くて横に張って糸状の長い根が生える。茎は角張り、直立して高さ15から25センチメートルになる。葉は茎のチューブに無柄で2個が体勢状につき、甲心型で能力色で光沢があり、長さ、幅とも2 0から25ミリメートルになり、 先端は急に短く尖り、基部は、節型かやや心形となる。葉より、上部の茎には、線毛があり、後皮神系の鱗片葉が一個付くか、ないこともある。夏季は7から8月。花序は、紫褐色で、緑褐色の花を3から10個まばらにつける。筒とは、長さ1から2ミリメートルになる、後皮心型で、社会する。学編は、 長さ3から4ミリメートルの強皮芯型で、先端は二部頭、基部から著しく反り返る。側下辺は強調楕円型で、角辺と同じ長さ。芯辺は、くさび状高等卵型で、長さ6ミリメートルになり、基部の両側に耳状列辺が一体ある。芯辺の先はに列し、列辺は楕円型で先はマリー。随中は、短くまっすぐで紫緑色。 花粉界は黄色になる。日本では、北海道、本州の近畿地方以北、四国の東赤石山、九州の祖母山に分布し、赤山帯の新葉樹林帯の臨床に生育する。国外では、千島、ウスリーに分布する。ありがとうございます。